はい、どうも無月です。今日は無月麻雀ということで、ちょい自慢をしつつ、珍しくちょっと、野良の人にも物申していきたいと思います。いやー、これはちょっとね、物申さざるを得ない。とりあえず見ていきましょうかね。で、まあ今回自分の手は、まあ、見ての通りですね、綺麗な緑でございます。ここまでね揃ったらさすがに狙わざるを得ないといった感じですかね。一応玉の間でトン一局ではあるんですけども、まあまあまあ上がれなかったりね、振り込んじゃったりしてもこれはしょうがないかな。行かない方がちょっと後悔するなと思ったんで突っ込んでおります。なのでまああと残り全部ポンするつもりではいます。どう被るかはちょっと分かりませんけれども、一応ここテンパイ取ってますけど、まあまあ全然嘘は落とす気です。はい、でポン。さあこれでもさすがに警戒数でしょうと思ってるんですが、出るんよね。で、はい、こちらでございます。これでリーチをするな。もうどう見ても三層裸短期なんよ、分かってるんよ。なんでリーチすんのお前。バカでしょ。まあ三層がね上がりだったらあかんだけど、ほら出しちゃう、それちょうだい、ダメだって。はい、というわけでリュイソー、イエーイ。いやーリーチは良くないよさすがに。はい、というわけで皆さん、バレバレの役番には注意しましょう。